この戦争で最大の攻撃。ロシアのミサイルがウクライナ最大の水力発電ダムを襲う瞬間。大爆発も映像に。ミサイル砲撃を受け、ウクライナのハルシチェンコエネルギー省は、エネルギーセクターに対するこの戦争で最大規模の攻撃と述べた。 ロシアのミサイルがウクライナの防空網をすり抜けザポリージャ州にあるウクライナ最大の水力発電ダムを攻撃する様子とみられる映像が3月22日に公開された新ロシアの報道機関や軍事ブロガーらが同日の午前中にこの動画を共有したドニプロ市の南に位置するドニプロ HES は ウクライナ最大の水力発電ダムで、欧州でも有数の規模を誇る。ドニプロにあったもう一つの重要施設、カフォフカダムは、2023年6月に破壊され、広範囲の洪水と荒廃につながった。当時、ウクライナと独立系の専門家は、この攻撃の背後にはロシアがいると主張していた。 ドニプロ HES が攻撃されたのはロシアが大規模な攻撃を仕掛けた中でのこと。この攻撃についてウクライナのエネルギー省ヘルマン・ハルシチェンコはウクライナのエネルギーセクターに対するこの戦争で最大規模の攻撃と形容している。ウクライナ国営の水力発電公社ウクルヒドロ・エネルホは22日 ザポリージャ州にあるドニプロ HES が攻撃されたことは認めたが、決壊のリスクはないと述べている。エネルギーシステムの混乱を狙うロシア。ウクライナ検察庁で戦争犯罪担当部門の指揮を取るユーリー・ベロウソフは国営テレビで、ドニプロ HES は8回にわたって砲撃されたと話したと、 ウクラインスカプラウダは報じている。テレグラムに動画を投稿した新ロシアのニュースチャンネルショットは、今朝のドニプロ HES へのミサイル攻撃の瞬間と伝えている。エコノミスト誌の外国特派員オリバー・キャロルは X 旧ツイッターで動画を見る限りロシアはこの攻撃においておとり熱源のフレアを使って ウクライナの防空体制に対抗したと述べている。ウクルヒドロエネルホのイゴール・シロタ総裁は、ドニプロ HES が攻撃のため閉鎖されたと述べ、被害の規模について極めて大きいとした。エネルギー省のハルシチェンコはフェイスブックで、敵の目的は発電所そのものを破壊するだけでなく、 我が国のエネルギーシステムに大規模な混乱をもたらすことにあると述べている。一部の地域では停電が起きている。エネルギー各社はすでに電力供給の復旧に取り掛かっている。一刻も早く国民への電力供給を再開できるようにベストを尽くしている。 さらなる武器提供を求めるゼレンスキー。ウクライナの元中オーストリア大使、オレクサンドル・シェルバは X 上で、プーチンは欧州最大規模の水力発電所及びダムであるドニプロ HES を標的にしたと述べている。スターリンが1941年にドニプロ川のダムを破壊したとき、 歴史者数は2万から12万人に上った。スターリンは犠牲者を正式には数えなかった。ウクライナのオロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシアから自国を守るためのさらなる武器の提供を西側同盟諸国に求めている。ロシア揚陸艦に深刻な損害、クリミア攻撃で、 ウクライナ。ウクライナ国防省情報総局は25日、ロシアが支配するウクライナ南部クリミア半島セバストポリへの23日の攻撃で、ロシア国会艦隊の大型揚陸艦ヤマルに深刻な損害を与えたと主張した。甲板に穴が開き、船体が右舷側に傾いているとした。 ウクライナ軍は24日、ヤマルのほか別の大型揚陸艦アゾフを攻撃したと発表していた。ロシア軍によるウクライナへの攻撃も激化しており、25日には過去5日間で3回目となる首都キーウ、カッコキエフへのミサイル攻撃があった。英字紙、キーウポストはウクライナ保安局が標的だったとの見方を報じた。 ロシア軍の国会艦隊が持つ輸送艦の全てが破壊されるか航行不能になれば、次はクリミア大橋が狙われて、それも破壊される可能性が高い。ロシア軍のクリミア半島への補給路は、非力な空輸を除外すれば、ドンバス地方からの鉄道と道路に頼ることとなり、ロシアが取れる選択肢がずっと少なくなり、その一つがクリミア半島からの部隊撤収だろう。 ウクライナ軍が揚陸艦コンスタンチン・オリシャンスキーと偵察艦イワン・フルスの撃破を追加報告。3月24日発表でウクライナ国防省は23日から24日夜間にロシア海軍国会艦隊の拠点セバストポリに大規模なミサイル攻撃を仕掛けてロプーチャ級大型揚陸艦 ヤマルとアゾフの2隻への攻撃が成功したと主張。他に国会艦隊の通信センターといくつかのインフラ施設を攻撃したと主張していました。ただし、現時点まで視覚的に揚陸艦の損傷を確認できる報告はなく、通信センターらしき建造物に爆発で大穴が開いていることが衛星画像で確認されている程度です。 3月25日にウクライナ国防省情報総局 GUR は、揚陸艦ヤマルは上艦パンに穴が開き、右舷に傾いたと追加報告しましたが、視覚的な証拠は出されていません。そして3月26日になってウクライナ国防省は23日から24日夜間のセバストポリへのミサイル攻撃で、 さらに2隻の敵艦船への攻撃に成功していたと追加発表しています。揚陸艦コンスタンチン・オリシャンスキーと偵察艦イワン・フルスにミサイルが命中したとしていますが、写真や映像など証拠の提示はなく、視覚的な確認はまだ取れていません。ロプーチャ級揚陸艦コンスタンチン・オリシャンスキーは、 もともとウクライナ海軍の所属でしたが、2014年のロシア軍によるクリミア侵攻で、ドヌズラフコ、かっこ海と繋がっている、で露飼され、以降はロシア海軍に編入することなく、部品取り用としてセバストポリの岸壁に繋がれていましたかっこ。このため、2022年2月24日、海戦直前時点での、 ロシア海軍国会艦隊の揚陸艦13隻の勢力数にはカウントされていない。しかし2022年2月24日にロシア軍がウクライナに全面侵攻を開始して2024年3月23から24日のセバストポリ攻撃が開始される前の時点ですでにロシア海軍国会艦隊は揚陸艦サラトフ ミンスク、ノボチェルカスク、ツェーザリクニコフの4隻が撃破されています。このうち3隻は配管内し沈没で永久損失が確定ですが、ミンスクは上部構造物が破壊されましたが、船体は貫通しておらず、修理が可能かもしれないと復帰の計画が検討されていました。そのミンスクの修理方法として、 部品取り用として、因数外であるコンスタンチン・オリシャンスキーの上部構造物を、同じロプーチャ級揚陸艦のミンスクに移植すれば直せます。もし移植が無理であっても、コンスタンチン・オリシャンスキーの欠けた部品を元に戻して復帰させれば、揚陸艦の補充ができます。そのような計画が検討されていると報道され、ウクライナ軍はそれを潰そうと攻撃を仕掛けました。 元は自分たちの船を利用されないために。ウクライナ国防省は、クリミアが奪われてから10年が経ちましたが、正義は回復されたと宣言しました。奪われた船を敵に利用されないために、自分たちで処分したのです。また、攻撃にはネプチューン対艦ミサイルを使用したと説明があり、以下のことがわかりました。 ネプチューン対艦ミサイルに対地攻撃可能な改造型がある。ネプチューン対地型の射程は推定で 300km 以上ある。攻撃に海軍の地位対艦ミサイル部隊が参加した。岸壁に係留されている揚陸艦を攻撃できるということは対地攻撃能力があることを意味しています。 また、セバストポリからウクライナ側の最前線まで最短 230km ありますが、現在の勢力図では最短コースを飛ぶと陸地の上を飛ぶ工程が多くなるので発見されやすく、見つかりにくい洋上を飛行するケースでは射程 300km 以上が欲しいので、迂回飛行をする余裕などを見て、400km 程度の射程を持っていると推定します。 そして3月24日にウクライナ空軍司令ミコラ・オレシチュク中将が空と海は同じ色だパイロットと水兵の戦火に感謝すると SNS に投稿した意味の答え合わせ空軍と海軍の共同攻撃となっています揚陸艦コンスタンチン・オリシャンスキーはソ連時代の1985年に就役した艦であり 1991年のソ連崩壊後の1996年にウクライナ海軍所属となり、2014年にロシア軍に奪われました。官名の由来のソ連軍人はウクライナのハルキウ出身なので、おそらく本人はロシア語話者だったのでしょう。 この間はロシア語でもウクライナ語でもどちらでも読んでいいと思いますが、この記事ではロシア語読みで表記することにしています。